えー、皆様、こんにちは、えー。14時となりましたので、えーえー、本イベントを開始させていただきたいと思います。えー、私の声聞こえてますでしょうか中須さん、私の声聞こえてますかあすまん聞こえてますはいあ。聞こえてますかありがとうございます。はい。 えー、それでは皆さんこんにちは、えー、認定 NP 法人テラルネッサンス佐賀事務所スタッフの島と申します、えー、本日は第17回テラカフェイン佐賀というイベントで、えー、初めてオンラインで開催をさせていただきますまず初めにこの全体の趣旨 を皆さんにご説明をさせていただきたいんですがそもそもテラカフェインサガってなんだっていうところからなんですが、えー、テラルネッサンス、えー、NPO 法人テラルネッサンスなんですがいわゆる国際協力をやっている、えー、NGO 団体です。で国内では啓発活動といって学校で講演であったり企業様で講演をしたりイベントを開催をすることで団体の活動を知っていただいたり アフリカやアジアでどんなことが起きているのかというのを皆さん知っていただく機会としてを提供しています。でテラネッサンスは佐賀に事務所を持っているため佐賀でもたくさんの方に同様のことを知っていただきたいなということでテラカフェイン佐賀というイベントを開催してきました。で今回はあのコロナ禍の影響もあり初めて オンンラインということでもちろん佐賀の皆様にもなんですけれども日本全国の皆様にも、えー、この活動を知っていただきたく、えー、今回開催をしております。えー、それではですね、えーまあ、今回第17回目ということで、えー、今、えー、画面に出ております、えー、中須さんと、えー、島田さんにご、えー、参加をいただきましてテーマにもあるとおり「ローカルから感じるグローバル私にできることがあるから挑戦をする」。 をテーマにいろんな話をしていきたいなと思っております。でまず初めのこの10分ぐらいの時間でちょっと我々3人がどういう人間なのかを自己紹介を含めてちょっと話ができたらなと思っています。でえー、あごめんなさい、の前に今日のスケジュールを先にお伝えをします。はい えーまあ、13時から、えー、趣旨説明と自己紹介をさせていただいて13時10分から、えー、中橋さんと島田さんによる講演を、えー、会をさせていただき、えー、その後に私も含めて3人で、えー、いろんなことについてお話をお伝えできればなと思っておりますでそれが終わった後に、えー、質問コーナーといった形で、えー、皆様からご質問をお受けして、えー、いろんな話もまたできてらると思っていますで最後にクロージングとさせていただきますはい 先ほど自己紹介をさせていただきたいというところなんですがその前にすみません前提としてちょっと注意事項を皆様にお伝えをしたいと思います。ご質問いただくんですけれどもどのタイミングでも結構ですのでぜひチャットの方にこのズームの中にあるチャットの方にご質問をお書きいただければ場合によってはあのトーク中にもお答えできることもありますし え最後の時間に時間の許す限り可能な限りあの回答させていただきたいと思っております。でもう一点あのこれはすみません私の問題なんですけれども、うん、あのどうやら時々坂からは雑音が入るようであもしあの雑音が入った場合ちょっと聞き取りにくい時があると思うんですけどまあその時はあの中さんであったり島田さんからあの聞こえないっていうアラートを出していただけるのであのその際はあの改めて繰り返しのことをお伝えできればと思っております。 はいちょっと前置きが長くなりましたがまず、ちょっと自己紹介に移りたいと思います。では、ですねまず私からさせていただければと思うんですけど今回、この第17回テラカフェインサガにテラカフェインサガというイベントに初めて参加をするという方も多,分多くいらっしゃると思うんですね多分ほとんどがサガ以外の方だと思いますのでまずテラルネスタンスという団体は何なのかというところを簡単にご紹介をさせていただきます。 えー、テアルネスタンス団体は、いわゆる海外の国際協力を行っている団体なんですが、えーこの、ここにある通り、アフリカのコンゴ、ウガンダ、ブルンジ、アジアのラオス、カンボジアというところで、主に紛争被害者の方々の自立支援を行っている団体です。でここににあるように地雷や小型武器 子ども兵といった課題でそれにより苦しんでいる方々に対して自分で生きる力をなんとかあのサポートしたいつけるためのサポートをしたいというような活動を行っていますそしてそこで得た知見というものを、えー、経験なりをあの日本国内でお伝えをするという平和教育啓発活動といった形で、えー、活動をしていますでその中で私はあの佐賀に事務所を置いていましてその佐賀事務所で活動をしており えー、学校講演であったりこういったテラカフェのイベントを開催をし多くの方にお話をお伝えをするという仕事をしてきましたで、えー、簡単にテラルネシアンスに入る前まで何をしていたかっていうことをお話したいと思うんですけど、えー、大学は滋賀大学というところの、まあ、佐賀ではないんですが関西の滋賀県にある大学を卒業しておりましてその大学で、えー、中須さんと同級生でしたで今回は えーまあ、そのご愛もあってで同じようなアフリカで活動している、えー、仲間として今回何かできないかということで、えー、今日ご参加いただいていますその滋賀大学を卒業し、えー、神戸大学の大学院でアフリカの紛争研究を行っていましたでそのタイミングでこういつか NGO で働きたいな国際協力を仕事にしたいなという思いがあって、えーまあ、その後一般企業に勤めたんですけど えー、その思いが強くなって、今、テラールネッサンスでお世話になって、国際協力、世界がより良くなるためにはどうしたらいいんだろうということを日々考えながら仕事をしているものです。はいえー、今のところ、雑音ないですかね。大丈夫です、はい。ありがとうございますでは、簡単でありますが、えー、私の紹介を以上とさせていただきます。では、続いて、中洲さん、お願いできますか。 えっと、皆さん、はじめまして、中洲俊晴と言います。あの、島君と大学の同級生で、えっと、彼との出会いはサークルだったんですよ。あの、アルティメットというフリスビーを使ったサークルがあるんですけれども、まあ、そこのサークルで島君は、あの、みんなを率いるキャプテンとして、あの、僕たちの代を、あの、引っ張ってくれてました。で、それを僕は邪魔するというような関係で、あの、大学時代は過ごしてたんですけれども、まあ、なぜかこう、10年ぐらい経ってもまだこうやって連絡を取り合って、 というのもその島君っていうのは結構ピースフルなあの男性であの結構その戦争の種みたいなものがあ,れあろうもんならちょっとこうそれに対してこう問題提起をしたりとかあとはそういったことについてちょっと関心が高いっていうこともあってものすごくなんかあのいいやつだなっていうことを僕はずっと思ってたんですけれども僕もあのつい2年前までは地域の金融機関で働いてたんですけれども今はこの。 テラルネッサンスが活動してるアフリカ地域のコ、まあ、今後のすぐ、えー、っとどうでしょう西ぐらいにある東湖という国が名前が近い東湖という国があるんですけれども、まあ、そこで会社を作ることになるんですけれども、まあ、そのあたりについて今日お話ししながら、まあ、ちょっとあのテーマにもあるようなローカルとかグローバルっていうものについてもちょっと触れつつお話できたらなと思います。今日はよろししくお願いします。 はいありがとうございます。じゃあすみません島田さんお願いできますか。えっと皆さんはじめまして島田正吾と申します。えっと今中数君から説明があったように二人はまあ滋賀大学の同級生ということでじゃあ僕は。 同じく滋賀大学なのかというと、まあそうではなくてですね、中津くんが、あの、今回ですね、まあ、イベントを関係するんですけども、えっと、GoTo 統合一着の服を旅して作るという、まあ、書籍を、あの、発刊いたしまして、まあ著者として。で、僕はですね、その本を、えっと、出した出版社を立ち上げた編集者です。でただ、まああのー、編集者なのであまり関係ないかというと、実は僕も、 二人と同い年で,で大学は京都だったんですけど2人との共通の知人もいたりして、まあ、なんかこうああいつ知ってるやんみたいな感じの中というか近いところに暮らしていたので、まあ、縁がすごいあるのかなと。であの私はですねあのあの地域おこし協力隊という。 あの制度で今あのまあ京都のあの田舎の方であの活動してましてまあ、ローカルどうやったらこう地域が盛り上がるのかとかあのそういうことを考えながらあの仕事をしているというまあ側面もありますのでまあそういったところでこう一緒に話したら楽しいんじゃないかということになってお呼びいただいたという形になりますよろしくお願いしますはいありがとうございますまあ、という三人で今日はお届けをしたいと思います。 はい、まあ、さっき中洲んがあの私の話をたくさんしてくれたんですけれども、えーまあ、彼もあの初め会った時はすごい、まあ、ただただ元気な子アクティブな子っていうイメージがあってあすごい元気さん、言い方よくないですけど騒がしいなって思いながら見てたんですけどなんかそれがなんか今すごくうまく花が咲いて。 こうそのアクティブさがこう周りにいろんな人に影響を及ぼすような人間になっているんだなということをここ最近なんかより実感をするようになりました。というわけでですね、えー、ここからはですね、約30分間の時間で、えー、中津さんと島田さんに、えー、例えば 中瀬さんが経験をしてきた東郷の話であるとか、今、島田さんからお話のあった、えー、書籍のことであるとか、その辺についてこういろんな角度からぜひお話をしていただきたいなと思っていますので、では、中瀬さん、島田さん、お願いできますでしょうか。はい。よろしくお願いします。ちょっとあのスライドを用意してますので、そちらの画面共有をさせていただきます。それを見ていただきながら、あの聞いていただければなと思うんですけど、 共有はははででできてますすしょうかい、できてーすはい、大丈夫です、はいえー、僕たちの、まあ、挑戦についてというふうに題してましてまあアフリカドックスってしっかり説明してなかったような気もするのでまあ、ち,ょっとちょっとそのあたりに軽く中洲君からもう少しだけ聞かせてもらおうかな。 そうですね、えっと、僕は今、アフリカドックスという会社を、えっと、経営してまして、まあ、京都に本店を置いて東郷という国で現地法人を置いているんですけれども、まあ、この社名に込めたのは 2>,、うん、あの2年前に僕は京都信用金庫という地域金融機関で営業マンをしていたんですねでそこで、まあ、バイクに乗って、まあ、地域周りをしていてでお客さんとこ気づいてきた、まあ、少し臭いですけど絆とかその関係性というのがちょっと、まあ、かなりドロドロしてて。 でこ人間臭くてでそのなんかニュアンスっていうが僕は好きなんですけれどもなんか、あのー、アフリカの一部地域でドックスっていうのが仲間とか友達っていうことを意味するスラングなんですけれども、うん、なんかそういうちょっときれいな言葉ではないけれども泥臭くてで少し人間臭いそういう関係性があふれているような会社がいいなっていうことで、まあ、そういう気持ちを込めてその会社名を作ったんですけれども、まあ、それを作って で今何をしているかというと、あのーま、東郷の現地の伝統的な、ま、工芸品があるんですよ、でそれを調達してきて、ま、京都の職人さんにアレンジをしてもらったテキスタイルを使って商品開発をしているんですけれども、ま、そこまでのこうプロセスですとか、で今やってるやろうとしていることとかも含めてで、島田君とトークセッションみたいな形でお話しできたらなと思います。これは今 共有がちょっと取れてしまったので、もう一度。これ共有になってますかね。ううん、うん、はい、はい。大丈夫です。はい。じゃあちょっと早速、本題に入らせてもらいますけども。島田君のちょっともう少し自己紹介してよ、うん、するさっきちょっとさせてもらったけど。 いや、僕はその島田区のこの放火処方ののろしの話が好きなんやからあじゃあちょっと僕、ものほだけご紹介させてもらいますけど、今、ぐいぐい中須君からちょっとあのー、PR を受けて説明させていただくんですけど、まあ,あ僕がその今回中須君の本を出したんですけど、まあ、放火処方っていう名前の出版社を立ち上げました。で、放火処方の放火っていうのは、まあ、まのろしっていう意味なんですけど、 あのーまあ、一人で出版社をやるってなるとやっぱりまあそのすごい大きい出版社とか新聞社とかこうテレビ局みたいにこうあっという間にみんなにこう広めるすごいこう力を持っているような情報っていうのは提供できないですけど、まあ、なんか、あのー、そういう小さく始める 必要なメッセージを届けるっていうところに、すごいのろしみたいなものに、まあ、シンパシーを感じたというか、共通する部分があるなと思ったので、まあ、あの弱くて煙みたいなものでも、届くべき人に必要な時に届くようなあの本作りをしていきたいということで始めました。うん、で、今回の中須利治君の GoToTo は1冊目の本になるので、えー、まあ今ちょっと2人で頑張って、あのー、販売をしているというようなところですね。うん、いいですね。 ありがとうございます <laughs> じゃあ、えっとまあ、テーマで、ね、画,画像で振り返る奮闘の記録ということでもういきなりちょっとこうバチッと入らせてもらうんですけど<お>これはさっきその島さんと、まあ、滋賀大の時のっていうことやったけど、うん、まさしくその滋賀大の時の。 写真ってことかななそうなんですねこれはあのーまあ、関空での一枚なんですけれどもまさに僕はアフリカに向かう直前の写真で、まあ、当時収集活動が早く始まってで結構面白くなってきたタイミングでなんか今の これからの社会、グローバル人材を求めてて、でそういう人材になれ、みたいなことを企業説明会で結構言われることが多くて、で僕はそのグローバル人材っていうものが全然わからなかったんで、ちょっとこう生意気な就活性っていうこともあってで、人事の方にちょっと聞いたら、いや、そんな英語喋れて、こう、なんか世界をまたにかけて働く仕事や、みたいな感じのことを、まあ、言われたんですけれども、なんかそれがいまいちしっくり来なくて、 で当時はそのみんながいいよっていう会社ばっかり受けてたんですけれどもなんかそれが自分にとって正解なんかなっていうことをちょっと疑問に思い始めたタイミングでもあってで大学生活って結構自由な4年間だと思うんですけれどもちょっと、えっと、モラトリアム期間といいますかそういう時間をもう1年延ばすような形で休学届を出してでせっかく長い時間ちょっと自由な時間ができたんであのちょっと海外にでも行こうということで。 でどうせだったらこう日本人が誰もいないところに行きたいなって思ってたんですよ。でそれで中東か南米かアフリカ地域でこう探してたら、まあ、たまたま、まあ、後に会社を作ることになる東郷という国でなんかラジオ局のスタッフを募集してたんですねそれは結構あの、まあ、面白い取り組みとしてあったので、まあ、それに、えー、と便乗するような形で向かった時の一枚なんですけれども、まあ、その時に僕の大学のゼミ生っていうのは結構 就職活動も学校生活も頑張るようなゼミ生が多かってその中で僕は1年卒業を暮らすっていうことにさ、あのーまあ、寂しさをこう伝えられつつも、うんまあ、背中を押してもらったあの友達が多くてで僕が今こう手握りしめてるのは「あの年春お,お守り」と書いたあのタオルなんですけれどもこれはゼミ生がプレゼントしてくれたあの代物でやっぱりそのアフリカって聞くとやっぱりなんでしょうこう。 あまりいいいイメージを持たれななな方が多んんじゃないかなと思うんですよで、この写真を撮った時も僕もまさにその気持ちが大きくってもしかしたらもう何が起こるか分からないから何か撮られるんじゃないかとか,なんか襲われるんじゃないかとかそういうちょっと不安とかもたくさんありつつ、まあ、でも見たことないような景色にこう触れられるっていう,こうワクワク感と、まあ、そういう,こう感情が交差したみたいな,なんかその時の,あのモヤモヤをちょっと発散しようとした一枚でもあって。 まあこれをこんな今回の GoTo トーゴの,の挿入写真でも使わせてもらってるんですけれども、その時の時写真ですねまあ不安とこう楽しみが混ざったようなっていそうですね、だからその、でも島田区の就活って、なんかもう、まるっきり陸ナビとか、うん、マイナビとかに登録して就活してないんだっけ もう完全にそうですねもうい,い,いいなりい,いなりですねもう,あもういいなりに就活をしてた中で僕はそのいいなりにな,るなりたくないっていうちょっとその反,反骨心というかなんかそういうのがちょっと出てしまってたちょっとトゲトゲした大学生活をちょっと歩んでしまってましたでそんな不安の中東郷に行った結果がまあこういう感じになっているとあそうなんですねああのののこれはあの <laughs> まあ現地の方とご飯を 食べてる時の写真なんですけれどもこのお二方僕初対面なんですよ。でなんかやっぱりこう潜在的に何でしょう,そのう外からの人間って、まあ、ある種敵というかもう何をするかわからないあの人種というか、まあ、そういうふうに見られるコミュニティもあってでここはあのまずは同じ食卓を囲って。 で仲良くなることからスタートするというような、そういうなんかあの文化というか、習慣というか、そういうものがあって、それに合、まあ、にいっては合に従えということで、僕は楽しんでる時の様子なんですけど。いや、もうさっきの不安っていうのを感じさせへん、このあでしょ初対面の人とこの楽しそうな表情っていうのが、やっぱりすごい。そうなんですよね、なんかその、やっぱ現地のこれ食べてるのは、ご飯えっと、夫婦と呼ばれる。<laughs> ムイ、まあ、芋をふかしてそ,てそれをついてそれを固めたようなソウルフードなんですけれども、まあ、それを食べるとやっぱりこう仲良くなれる、まあ、ツールというか、まあ、お腹を満たしながら心を満たすみたいな,なんかそういうような時間が流れててなんかそういうのってあんまり日本では僕は感じ,な感じることが少なかったというか。 なんか隣に住んでる人の顔も名前もあんまり分かってないような生活をしてた中で、まあ、初対面といえどもこうやって同じ食卓を囲んでなんかこう分からへんけども時間を楽しむっていうのが、まあ、僕にとっては最高の刺激やったというか楽しい時間だったなっていうことをちょっと思い出しますねその中でも特に仲良くなったそうなんですねなんか、あのー、僕が言った東郷という国は当時 あの隣の国がガーナチョコレートで有名なガーナっていう国なんですよ。でそこの在留の日本人の方が当時で350人ぐらいいらっしゃってでもそのすぐ隣の東郷っていう国は在留の日本人の方が2人やったんですよ。でそれが、えっと、首都がロメっていう地域なんですけれどもそこから120キロぐらい北上したチがパリメというところでもうそこのラジオ局で僕は,は働いてた。 ですけれども、まあ、そこまで行くともう日本人どころかもアジア人も,もいないんですよ。でなんかあの僕が乗り合いタクシーをこうそこまで乗ってってで降りたら人だかりができてでもどこのドイツやみたいな感じの空気になってでそしたらあの、まあ、フランス人っぽくはないなみたいなでドイツ人にしてはちょっとなんか掘り浅いなみたいな感じになって。でなんか あので僕はタクシーの運転手の方に、まあ、現地語を教えてもらってたので、まあ、自己紹介を少しあの片言の現地語で自己紹介してみたんですよ。まあ、そしたらなんか初めて見るあのなんかどこの国かもわからへん若者が僕たちと同じ言葉を話してるっていうことがものすごく滑稽に映ったみたいで。 ものすごいスピードで口コミが広がってなんかこの町にちょっと意味わからん日本人が迷い込んだっていう口コミがどっと広がってでいろんな友達ができたんですね。でその中で出会ったのがこの彼であのエスカルゴ職人なんですよ。もしかしたらエスカルゴっていう料理を食べたことがある人がいるかもわかんないんですけれどもそのカタツブリを養殖してヨーロッパ諸国にあの輸出するという事業をしているあの若手起業家だったんですけれども、まあ、この彼が結構人格者で。 あのいろんな友達が多かったんですね。まあ、優しかったっていうのもあるんですけれども、とにかく陽気で、あの毎晩そのソーダビっていう上流酒があるんですけれども、そのソーダビを煽りながら朝まで歌って踊って騒ぐっていうような、まあ、そういう明るい、まあ、人間性っていうのもあって、友達が多かったんですよ。で彼と一緒にいたら必然的に友達も増えていって、で僕もまその彼らの中で個性的なあの人間だったので、まあ、いろんな友達ができてったんですけれども、その中の。 ま、友達の一人が、まあ、ある日の、昼下がり、集団臨時を受けるんですねで。彼はダウン症で、まあ、顔が奇形しているということで、現地の宗教観から見ると、なんか悪魔が乗り移ってるとか、なんか、あのー、呪いをかけられてるとか、なんかそういう風うに見られてしまうようなマイノリティの方がいて、で、その、なんか現実を前にして僕は足がすくんでしまって、あの、ものすごい怖い。 思いをしたんですけれどもで、彼はそれを何とか止めようとしてたんですね。でそれをするとやっぱりそのなんか悪魔の手先かみたいな感じのことで見られたりしがちなんですよ。そういうのも乗り越えて、で彼が語ってくれたその希望というか将来の夢っていうのが、なんか大事な友達が傷ついているような世の中に生きてたくないっていうことだったりとか、あるいはこうみんなが笑って過ごせるような世界を俺は作りたいねんっていうことを僕に訴えかけてくれたんですね。 でその時に何でしょう僕は就職活動をちょっと多少なりかじってたタイミングで、えー、とどれだけ大きい会社に行ってあのお給料たくさんもらってなんかみんなからあのちやほやされるような会社に行くことがなんか史上命題とさえ思えるぐらいの空気感の中であの時間を過ごしてる中で。 なんか彼がこう僕に言ってくれたことだったりとか目指してるものっていうのがもうシンプルに僕はこうかっこよく見えたし憧れだったしなんかしかもそれを最貧国に住んでる青年が口にするっていうことが僕はものすごく衝撃的でそういう時間があったっていうことが今僕はアフリカで会社を作ってる理由の大きい。 一つなんですけれども、まあ、彼にもう一度こうアフリカ大陸に戻って、一緒に仕事ができたらいいなっていう,こう夢も語り合いながら、まあ、そんな時間を休学時間に過ごせたっていうのが僕の中でものすごく大きい財産になったという、その時の一枚ですね。いい写真やんね。これいい写真でしょ。これ僕撮ったんですよ、これ。あ、そうなんや。これ僕が撮ったにしては結構うまいアングルでいい感じの空気感で撮れてました。自画自賛自画自賛するぐらいの。 次もう結構飛ぶ時間飛ぶと思うんですけどこの写真をはい、はい、あそうなんでで、すねで。今僕は何をしているかっていうと、まあ、そこの遠く離れたアフリカ大陸の、まあ、そこにしかない文化というか素材を使って、まあ、京都の職人さんとつなぐような仕事をしたいなと思ったんですよ。というのはあのーまあ、アフリカでいろいろ経験してきた時に僕が思ったことはあのー、僕の周りのボランティアの方々ってものすごくエリートだったんですよ。うん ものすごく何でしょう言葉も流暢に話すしなんかファシリテーション能力も高いしいろんな指示も的確に出せるし建設的な議論もできると、まあ、けれどもその地域の人たちと関係性を築くのが苦手な人が多くって結構反発をあの持たれる人も多かったんですねでも僕はそのいい意味でも悪い意味でもその言葉を話せなかったっていうことが まあこうそうしたというか、かう地域のおっちゃんとかおばちゃんとかにちょっと話を聞いてもらってでラジオ番組のこうネタ作らなあかんねんけどなんかいい情報ないかなみたいな感じのことを、まあ、その屋台のおばちゃんとかにちょっと口コミでいろいろ情報のポストアップを頂い,いてたとか,なんかそういう,こう経験をした時になんか大事なんてその言語スキルとかよりも。 もっと言えばこうグローバルに足をこう世界を股にかけて働くということよりも地域の人たちとどういう関係性を築いていくかっていうか,なんかそういう地域の中でどう循環を作っていくかっていうことの方がもしかしたら大事なんじゃないかなっていうのをまあ体感として得てたんですね。 まあそういうのもあって、僕の地元は京都なんで、まあ、その京都を舞台に、まあ、地域にこう密着しながら仕事ができる方が、まあ、将来どの地域に行ってもこう普遍的な振る舞いというかスキルが身につくんじゃないかなっていうことで、まあ、京都信用金庫という信用金庫にあの勤めることにしたんですよ。でたまたま内定が出たので、そこであの働かせてもらってたんですけれども、その時に出会った職人さんがこの後ろ姿の男性なんですよね。ちょっとあの前鏡になってる男性がその,その職人さんなんですけれども、 僕は当時、真、あ、剣、のーま、に勤めるけれども、いつかはちょっと自分でいろいろやってみたいと思ってたし、もっと言えばアフリカ大陸を舞台に仕事をしたいっていうことをたくらんでた中で、あのー、マイクロファイナンスという、なんかそういう金融サービスの仕組みっていうのが、ブームだったんですね、学生時代に。グラミン銀行というバングラディッシュの,あの銀行があって、それが2009年か10年ぐらいノーベル平和賞を取ったんですよ。でその本が まあ出ててそれを学生時代に僕は呼んでたんですけれどもその金融の力ってやっぱすごいなと思ってたし、まあ、それをも,うもっといいように使うことができたら、まあ、いい価値を世の中に提供できるんじゃないかっていうことも思ったりとかしつつ、まあ、でもまずはその、まあ、地域の中でお金を回すってどういうことなのかとかそこで仕事をするってどういうことなのかっていうことで、まあ、そのファイナンスを勉強する機関としてもその地域で働くと意味合いとしてもそこであの身を置いてみたんですけれども。 それよりもかっこいいものに出会ってしまったのがここの工場だったんですよ。いやその職人さんの仕事に僕は初めて触れたんですけど、僕は京都の嵐山という観光地があるんですが、その、まあ、少し手前の梅津というエリアで、そこはもともと着物産業で栄えたあのエリアなんですけれども、そこの職人さんってものすごく高い技術を持ってるんですよ。で僕は営業担当として、まあ、そこに足を運ばせてもらって、でいつも通りまあ決算書とか、 あの確定申告書という財務書表ですよね、それをこういただくタイミングが年に1回あるんですよ。で、そういうのを頂戴しながら、今月の売上げどうなりますかねとか、えー、こんぐらいお金いりますかみたいな話をしてたんですよ。でも、そういう話をするのが、ちょっとナンセンスと思えるぐらいの光景がここに広がってて、どういうことかっていうと、例えば、ちょっとお世辞にも綺麗とは言えない工場なんですよね、ここって。けどもそこにわざわざざフランスから エルメスとかルイ・ヴィトンとかディオールとかあと国内からも一世三宅とか幼児や元っていうあんまり僕はそのブランドに詳しくないけどもその詳しくない僕でも聞いたことがあるようなブランドさんの担当者とあの通訳とあとエージェントがここにこぞって足を運んでくるんですよ。でその話を僕は聞いた時にものすごくびっくりして。 なんでそんなわざわざ海を渡ってここまで来るんかと思ったし梅津っていうエリアって最寄り駅まで20分か30分ぐらい歩かないといけないんですよ。でバスでしか行けないような地域でアクセスがいいわけでもないんですよね。にもかかわらずなんで来るんだろうって,こう調,べてくる調べてみるとここにしかない技術があってでここで表現されるその染色たちの表情っていうのがもう世界を こう接近すするるというかもう圧倒する技術を生み出してたわけなんですよでしかもその圧倒的な技術を生み出してた裏にはもう膨大な数の失敗があってその失敗の上にそういう高い技術があるっていうことはそれだけに歴史がないとそういうものが生み出されないかったわけで,でもそういうものをこう退治した時に僕はすごいなと思ったのにそれが数字に表れないんですよね。 あの金融機関としてはやっぱり評価できる指標というのは一つ数字があるんですけどそこには、ここでしかできない技術というのはなかなか投影できないんですよ。やっぱりまあ今年の売上どんぐらいあったかとか利益率はいくらかとか、えー、こう来年度の見込みはみたいな,なんかそういう全部数字に置き換えられた価値観の中でこの職人さんの仕事の価値っていうものをうまく拾い上げられなかったんですよ。 でそこのジレンマを抱えてた中でもっとここの職人さんの手仕事とか生み出されるものに何かフォーカスをしたいっていうことをずっと強くなんか思う日々が続いた時に、まあ、この職人さんのオーラというか雰囲気っていうのが学生時代に見たアフリカのその人たちの営みにかぶってみたんですよ。何か自分たちなりに表現していくっていうその何でしょう何かやりたいことを 愚直なまでに貫いて表現するっていうことが、まあ、金融機関でパリッとアイロンがかかったスーツを着てた僕からするとものすごくまぶしく見えたんですねなんかそういうのをこう気付かしてくれた職人さんでもあり仕事であったので僕はそのアフリカと京都をつないで仕事をするその商品開発をすることにしたのが今から2年弱前なんですね何度聞いてもこう熱くなる やっぱり職人っかっこいいからねやっぱりその辺は仕事かっこいい仕事してるからそうなんですよでこの写真はあの今提携してる工場なんですけれどもあのかつて今ガーナの辺りに栄えた王国があってアシャンティ王国というんですけれどもその王国に献上するものとして、まあ、彼らはエベ族という民族なんですがそのエベ族が代々こう作ってきた布があってその生産現場なんですね。 でここの原爆結構面白くって、うん、あの京都に西陣織って織物はあると思うあるって聞いたことあると思うんですけど、そこの西陣織って結構もう国内外から評価を受ける工芸品の一つではあって、でもそこでももう手作業でやってる人っていないんですよ西陣織って、もうほとんど機械化されてもうそれももうほとんどまあ、稼働させてないようななんかそういう産業だったりするんですけど、この フェ族の営みっていうのはちょっと取り残されてるんですよね。なんか500年前からそういう仕事があってそれが今にも続いてるっていうものに僕はものすごい惹かれるんですけどその年にしかなかったものとかそこでしか生まれなかったものっていうのに僕はちょっと心がときめたりするんですけどその時の一枚なんですね。ここれれののといいいただけででを組んんんそっっっていくっててくうものにななかあの今時こんな、えっと、布って あんんまりないんですよ、ね、なんかそういうのがなんかある種希少価値だしでここにしかないものがあってでしかもこの働いてる人が男性も女性もいてで中には耳が聞こえない人もいるんですよで。そういう意味で結構いろんなジャンルの人が集ってるっていう意味では面白かったので、まあ、ここから調達することにしたんですね。でこの写真も結構その僕が まあ現地で調査するときに参考になった一枚だなと思ってるんですけれども、このおばあちゃんが持ってるこの布っていうのもちょっと面白いんですよ。あの壁にかかってる布の風合いとおばあちゃんが持ってるこの布の風合いってちょっと違うと思うんですよ。でこれがどういう違いかっていうと、 あの後ろののパキッと色が出ててるもっ工業商品で要はヨーロッパとか中国とかの大きい資本力が持ってる工場で生産されてるあの大量生産されるインクジェットプリントなんですよでもおばちゃんが持ってるこれっていうのはこのマーケットの近くにそのアーティストの方が何人かいて、まあ、その人たちが描かれた布がここにあの下ろされるっていうサプライチェーンが。 あったんですよで。その話をこのおばちゃんから聞いた時にやっぱこう物をちゃんとたどってそのサプライチェーンの中で一番その、まあ、社会的なインパクトが大きい商材を取り扱いたいっていうのが僕の中で、まあ、持ってた気持ちだったんですよね。なんかこの今壁にかかってるやつを扱ったとしてもしかしてそれで仕事がうまくいくかもわからないし今日本史上でよく見るアフリカなどってこういう類のものが多いんですけれどもなんか、まあ、その。 売ってる人とそれを作ってく,るくれる人には確かになんか恩恵があるかもしれないんですが。 もっと言えばその素材を作ってる人とかそれを織ってるとか染めてるとか、まあ、そこの人にまでつながっていった方がなんか素敵だなっていうことを、まあ、できるだけ現地の人の手が入ったものの方がまが、あ、僕は取り扱いたいなっていうことを思ってたので僕が扱ってるのはその一枚前の織ってる布と今坊ちゃんが持ってるようなちょっと村感んのあるようなこういう手染めの布を扱って今仕事をしてます。やっぱりどうしてもこう奥の のとかってこうちょっとこう洗練されたというかデザインされている感じはやっぱりあるよね、うん、そうなんですよねやっぱりそのはっきりしてるしまあ結構その考えたまんまのものが投影できるから、うん、まあいろんなあのパターン化されてるんですよねなんか あのあこの柄見たことあるっていうの結構あったりするんですけど、まあ、そういう,こう人気の商品とかも人気の柄とかもやっぱ出てきたりとかしてて、まあ、そういう意味で言うとあの不揃いなんですよ僕が扱ってるやつって不揃いで決して綺麗ではないんですけどその綺麗じゃないのがちょっと人間っぽいなっていうのをちょっと思っててでそっちの方が単純に僕は好きなんですよね。なるほど、うん、続いて これはそうなんですよね。あのー、僕、ま、京都で、あのーま、本店登記をしている会社があってそれを作るときに行政書士の方が来てくださって書類を何枚かもらってそこに署名と捺印をしたら法務局に走ってくれはって現地で僕も会社を作ろうと思ったらこういうことになったんですけどつまりその物理的に会社を作ってきたんですよね。あの ヤムモ畑に連れて行かれてでそこであのみんなスコップを片手にあの土を掘り起こしてそれを持って近くの小川まであの運んで,でそれでコンクリートコンクリートブロックなんですけどこれ今つ。あの 積み上げてのコンククリートブロックなんですけど、まあ、そうして一つ一つ作ったコンクリートブロックをこうやってペタペタとあのセメントで固めてってるっていう3匹の小豚みたいに作ってきたのが今から1年半ぐらい前のことなんですけど、まあ、こうしてあの今汗だくになってあのなんかセメントを扱ってくれてるおっちゃんとかもいるんですけどこの人たちも僕初対面なんですよ <laughs> あのなんでしょう。僕はあまりにもスコップの使い方がななってなかった もう効率的じゃないようなあの組み立て方をしてたのを見かねて手伝ってくれたおっちゃんたちなんですけどこうやってセメント扱うんやんみたいなことを言いながらこうやってなんか汗だくなりながらやってくれた時の一枚なんですけどこれ3匹の子豚みたいに積み上げて今は向こうで箱物、あのー、を作ってこうした会社を作ってるんですけれども。 今日本ではそうしたテキサイルを使って商品開発をしている中で、まあ、現地でどうやってこうお金を回していこうかなって思ったんですよ。でマネージャーの,この中央にあのデント座っているのがマネージャーのリシャっていうあの僕の,あの、まあ、親友というかあの心を開いてる中の一人なんですけれども彼は結構あのなんというか頭が切れるやつで切れるというか。あの 布扱うのはいいけども、それってなかなかお金に変わるの遅いでみたいな話をしてくれたんですよ。クリスマスとか誕生日とか、なんかそういう,こう晴れの日とかにはスポット的に布っていうのは動いていく商材なんですけれども、やっぱり毎日どうやってこう日暮れのキャッシュを生んでいくかっていうことを、まあ、彼と相談したときに、あのやっぱり地域の人に聞いてみようってことがあったんですよ。まあ、僕ら考えてもしゃあないからっていうことで、まあ、2人で地域を回ってあの、ヒアリング調査をした。 ですよねまあ、そうすると、まあ、結構女性が多いエリアであのえおしゃれをする人が多いんですねもしかしたら君とかもあのテラルネッサンスの活動の中でよく見たことがあるかもわからないんですけれどもなんかあの結構チリチリの頭の人多いんですけどそこにエクステをつける人が多いんですよあの。3週間に1回ぐらいエクステをつけて取って帰ってでおしゃれをするような,なんか習慣というか風習というかそういうのがあって。で ちょっと体を洗った後とかにはボディクリームを体に塗り込んだりとかで赤ちゃんの時からシアバターを体にすり込んだりとかするような地域もあったりするように結構、美容っていうものの意識が高い人たちが多いんですねでそういうのもあってなんかアンケート調査するとなんか1週間に1回ぐらいは何にかしら美容用品買うでっていうデータが取れたんですよでそういうのもあって、えっと、現地の運営はどういうことをしているかっていうと後ろに陳列されてるのがあのちょっとコスメ用品なんですよね そういう側面を持つ会社として、ちょっと運営することにして、まあ、早1年半っていうところなんですけれども、このコロナでも、向こうはいい感じに回ってるようで、あのちょっと見習いたいなと思うぐらいいいマネジメントをしてくれてるリシャが、現地にはいます掛け足ながら、ざっと、中須君の、うん、東郷中心とした挑戦のことを今、ちょっと話をさせてもらったんですけど、 うんまあ、それが一冊、ね、の本にまとまりまととりしたここについてはちょっと島田君にちょっと一つ聞いていきたいなと思うんですけどこれは今回僕たちがあの二人三脚で出した本の表紙ですよね。でここにちょっと島田君の、まあ、企画というかアイデアが、まあ、ここにも宿ってると思うんですけれどもここにもちょっと。 一言いたただけたらなと思うううんでですがどうでしょうあのそのここからはばっちり若干の,こうあの PR タイムなあるんですけども表紙見てあのこのイラストを皆さん何かこうど,どう思われるか分かんないんですけどなんかこう車のとことかバイクのとことかって結構ぐちゃぐちゃぐちゃってなってるようにこう見,れると見られると思うんですでこれってあのちょっと雑な絵なわけじゃなくて これあの一筆書きのイラストなんです。で、なんで左下からあの右上あ。左下からまあ左上かのところまで。あのこれ、あの表紙の1枚目だけなんで本当はこう。あの。背表紙もまたいでるんですけど、そこをまたいでこう。1本の線で描かれているというイラストで。 今までその中須君が体験してきた東湖のこう、まあ、バーッとこう広がるこう広大な大地とかねその鮮やかなアフリカンプリントとかそういうものをこうちゃんと表紙に閉じ込めてで生活が全てこう仕事も生活も遊ぶことも話すことも全部つながっているとで中須君が取り扱っている布という商品も あの糸で1本の糸からくらわれているということでこう入れたという,こうなかなかこう自分から言わないと気づかれない本の魅力の一つを紹介させてもらいましたそうなんですよね大体書籍に落とし込む時に、あのー、もしかしたら本屋さんに行く人がいるかも分からないんですけどなんかそういう起業家の奮闘記みたいなになると結構僕の写真とかその起業家自身の写真と現地の人を表紙に持ってくるのって結構多いんですよ。 けども島田吾という男は結構すごくってあのなんか僕のストーリーがあのこの中には幼稚園時代から入ってるんですけど誰が興味あんねんっていう話ももしかしたらあるかもわかんないんですけれどもそこでの話から今のに至るところまで僕の中では全て一つのストーリーになってるというかつながってる出来事なんですよ。 まあそういうこともうまく表現してもらってるし、先ほど言ってもらったような、なんかこの商品の奥には、なんかいろんな人がつながってるとか、生活もつながってるとか、なんかそういうことを表現してもらってるいい絵じゃないかなと思ってるんですけれども、まあ、こういうところに僕たちの、まあ、集大成が一つ出てきたりとかするんですよね。で、これも、ちょっともう少しこれアップできるかな、島田君これ。いや、ちょっと厳しいね。あっ、あ<ー>厳しい。そう,そう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 、そうそう、そうそう。そうそう。 これがちょっとと、あのー、小タイトルと節タイイトトルルなんですよでここにやっぱ島田君のセンスが散りばめられてるのでここについてちょっとあの少しお話ししたいなと思うんですけど特に第4章の小タイトルなんですよあの見落とされてしまうたくさんの価値を重ねてっていうのが第4章の小タイトルになってるんですけれどもこれもともと摂かこうのタイトルやったよな,なんか一番最初の構成の時の。 そうですね第4章の第3節ぐらいでしたかね。それをあまりにもこのセンスが良すぎて小タイトルに格上げしたっていう2人がこう温度感が高まった一つなんですけどなんかこういうことをやってると僕なんて結構あの何やってるか分からん意味わからんやつって言われることが結構多いんですよ。でもそれをなんか島田君っていう編集マンが入ってくれたことによってなんか結局僕の仕事ってこういうことじゃないっていうことをあの示してくれた。 表現してててくれた一節になっててでここについてちょっと、あのー、話してもらおうかな、下田君いやこれはもうなんかこう、中洲君は結構よく、あのー、僕のことをこうやって褒めてくれるんだけど、<laughs> まあ逆を返すと、こう、まあ、中洲利治という人間が、こう、まあその、京都と東郷をこうつないで、どういうことをしてるのかということを、まあ、まあ、こんなにすごいことをしてるんだよということを言えた。 小タイトルかなというのがこの見落とされてしまうたくさんの価値を重ねているところなんですけど、まあ、なんかその、先ほどのあの説明の中で、その職人の西田さんがされている仕事が、あのすごいのに、こう、例えば、あのー、銀行の仕事だと数字で見られてしまってその価値が見えてこないとか、もしくはあの、東郷で最貧困ながら、こう、 布を作っている人たちの,そのすごい高い技術とか毎日のこう日々のこう鍛錬とかそういうものが当然僕たちはそれを知らないっていうのがじゃあそれって価値がないのかということで言うとそうじゃないとですね無価値なんじゃなくてそれは僕たちが見落としてしまってるだけなんやというところでそれを見落とされてしまってるけれどもいやいやそれは価値があることだからもっと こうみんなにこう知らしめていきたいというふうにしているのが、まあ、中須くんの仕事だなというふうなことを思って、まあ、布というアウトプットではあるんですけど、まあ、なんかこの辺りはこう、まあ、グローバル的な視点でもあるしローカル的な視点でもあると思うんですけど、まあ、そういうことたくさんあるなと思うので見落とされてしまっているものがたくさんあるんだなということを僕らも感じながらこういうふうにタイトルを決めたと。 そうなんで,すよでここの,あのやっぱ島田君って結構あのカルチャーに敏感なんですよでなんかそこで,なでしょうそのこの小タイトルを考える時になんか引き合いに出してくれたエピソードがあってどうでしょう島くんとか僕ら世代のまさにあのマッチするバンドでバンプオブチキンっていうあのバンドがあると思うんですよでそこの「なんか天体観測」っていう歌あるじゃないですか。 もうカラオケ行ったら僕ら世代って誰か絶対歌うんちゃうかなと思う歌なんですけどそこの一節になぞらえてくれたんですよ、島田君は。その天体観測っていう歌の第一番は見えないそれをなんかちょっと時間が経って3番ぐらいの歌詞は見えてるものを見落としてるっていう歌詞に変わっていくんですよ。 その大学生とかっていろんな見えないものを探しに行こうとしたしその価値をなんか見つけたいなっていう意欲もあったけどもいつしかこう社会人になって水も雨も知っていくとやっぱりこう今目の前にたくさんいい価値があるのにそれを見落としてしまっていることってなんかあるんじゃないかなっていうことをその歌になぞらえて僕に訴えてくれた時に。 なんで島田翔子って男はやばいんやって僕は思ったんですよね <laughs> まさに僕たちミレニアル世代にこうコミットするようなこうテーマでそういう小タイトルをつけてそこに気持ちとかもぶつけてくれたのが僕の中では印象的だったのでいろいろこの小タイトル節タイトルっていうのはこだわってるんですけど特にこの第4章っていうのはちょっと注目してほしいなって思うあの一節ですねありがとうございますいつもありがとうございますねえ これですね。これですよね画像自体は京都にある鶏文社さんっていう,う本屋さんの画像をちょっと使わせていただくんですけど、これはどういうことかという、うん、ちょっと説明してほしいね、これ。えっとー、これあのー、人のこう指っていうか手が写ってて、こう紙を持ってはると思うんですけど、この右側と左側でこう、あのー、 読み方が変わっているというか、もう乱調みたいな感じってわけですよねいやこれ。逆さま向いてるやんっていう。でこれは乱調かというあ、本でいう,こう、なんですかね、製本を間違った状態なのか、うんうん、ということかというと、まあ、そうじゃなくて、こういう本の仕組みなんですけど、あのーまあ、その中須君、まあ、よくその海外とか行ったりとかすると、価値観変わったわみたいなことを言うと思うんですね、み,みんな。 で、実際その通りやと思いますし、で、でもなんかその価値観が本当にぐるっとひっくり返ったわみたいなことを本にするときに、本ってこうついつい読んでるときに、これ今ってこれこの人どこにいるんやったっけとか、なんかすごいこうそういうことをこう忘れてしまいながら読んでしまうことがあるなと思っていて、でも絶対忘れさせたくないなと。あの、東郷に行って、こう、まあ気温も違えば文化も違えば食べ物も違う。 言葉も当然通じひん。そういう,こう異世界の中でこう奮闘したっていうことを読者の方にも再あ追体験してもらいたいなというのがすごくあったので、もう価値観ひっくり返る話をそのまま本もひっくり返して追体験してもらうという非常にこう合理的かつこう単純な仕掛けをこう採用したというのがこの画像が示しているような状態になっています。これがもう僕らが作ったあのー なんか一番ののポイントというか、あのまあ、2人の挑戦なんですよね。で、島田君はもう本が好きすぎてもう本,本マニアぐらいのレベル感を高めてるんですけどその紙の本っていうのが長らくこうアップデートされてこなかったっていうところがあってでどんどん電子書籍の Kindle とかで読めたらいいやんっていう単純に本っていうものをなんかテキストベースの情報って捉えたらそれでいいんですけど。 僕も島田君とこうやって一緒に仕事する中で本が僕好きになってきたんですよ。で本が好きっていうのはその本そのものが好きになってきたんですよね。でそのなんかその本そのものをなんか紙媒体だからこそ楽しめるものにしたいっていう気持ちにもなってきて、で、これって。 多分例えば大きい出版社とか取次会社って多分通らない仕組みなんですよね。それこそランチョンとかそういうクレームが発生しやすい仕掛けでもあるので、で実際発刊してから何件かねあのクレームを頂戴してるね。なんかあのかあのー、なんてそうそういう仕組みと知らずにそう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 問い合わせいただいてると思うんですけど、ね。<laughs> そう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 でもそれでも。 確かに読みづらいんですけど、い、まあ、わばこう体験型の書籍みたいなことで、なんかアナログなんやけども、ある種のこうイノベーションをそこに僕たちは宿したつもりで、なんかそういう挑戦を通して、この臨場感っていうのを伝えていきたかったし、なんかこういう挑戦する姿勢そのものが、なんかあの今、特にこのコロナから大事だったりとか、この若者から動いていくっていうことが大事。 っていう,こう意気込みを込めてこういうアウトプットにさせてもらったんですけどでこの写真の出展にもあるような「経文社一条辞典」っていうのは僕はその本に携わるまで全然知らなかったあの書店さんなんですけど日本一の書店なんですよねここが。それとイギリスのガーディアン紙っていうあの専門誌があるんですけれどもそこのなんか世界のなんかトップ10にも選ばれてるぐらいの書店さんなんですよ。でそこで取り扱う本本ってて当に吟味されて あの全ての本が置けるわけではない中で、まあ、今回の g o t o t o g という本は取り扱いに値するということであのちょっとあの置いてくださってるんですけど、まあ、そういうふうにして本好きにはちょっとたまらない一冊にはなってるということですよね。もみさんいやーそちんです <laughs>、まあ、と,という形で、えー、っと最後ちょっと PR もさせてもらいながらちょっとこう中洲君がどういうことを考えて統合、まあ、と日本をつないであのどういう思いで いつもこう旅をしているのかということは、ちょっとお話しさせていただきました。うん、スライドはこれで、えー、終わりになりますので。ねはい、ちょうど三十分ぐらいなので、あとはちょっともう一回くんに戻そうかなと思います。はい、ありがとうございます。えー、っと、何時ですかね、今。<laughs> 今五十分ですね。<laughs> そうですね。ちょっと十分ぐらいオーバーしましたね。え、嘘。<laughs> <laughs> そ,うそうですね。いや、ま、いや、いや、あの大丈夫ですよ。あの、いや、あの、ありがとうございます。まあ、ちょっと私の感想を簡単に共有させていただくと、やっぱり。あの、大学生の時になんとなく。あの、そういうアフリカに行っていることも知ってたし。あの、いろんなことに関心を持っていることも知ってたし、で、社会人になって。 えー、銀行行ってで起業してっていうようなことも流れも知ってたんだけどやっぱり改めてその中の詳細を聞いていくとああもう多分思っている以上の多分今触れただけでも感じる以上の困難さであったりすごいタフな状況が多分あったんだろうしあそれを乗り越えてきたことっていうのは単純にすごいなっていうのは思うしで私も書籍を読ませていただいたんですけど。 あのーうん、結構、安直な言葉ですけどやっぱり震えましたねその自分が一緒にせ同じ時間を過ごしてきた人がそれだけの価値のあることをしているっていうこと自体であの書,書籍自体も形で、まあ、島田さんが今おっしゃってくれた形自体もすごく魅力的だったので、うん、本を読んだこともそうだし今、話を聞いていることも含めてあすごいっていう。 一言だと思いますで、えー、まあすみません、あのー、ま今お聞きいただいている皆様になんですけども、ま、本来これテラカフェサガでテラールネッサンスの話をお伝えする場ではあるものの、ま、今回ちょっと、えー、無理を言ってあの中須さんと島田さんの話をちょっとお届けをしたいなとテラアルネッサンスの活動に直接関係があるわけではないんですけどやっぱり たくさんの人にこの活動を知っていただくこと自体も何かこう皆さんに影響を与えられる一つかなと思ったので今日は中津さんと島田さんにこの話をしていただきました。はいありがとうございました。もしあの、まあ、今のタイミングでも後のタイミングでもいいんですけどあのチャットの方にこう感想等もいただけると嬉しいです。はい。えー、で若干若干オーバーをしましたが、えー、ここからですね、えー、私と島田さんと中津さんの トークセッションなるものを是非していきたいなと思っています。で、えー、まあ約30分ぐらい、見る限り20分ぐらいでもあのいろんな話ができたらと思っているんですが、じゃ何について話しますかっていうところで、ま,あ、まずっていうところなんですが、えー、画面に今表示をさせていただいているように、まあ、ローカルとはというテーマで一つ話をしたいなと思っています。 中洲さんがお話をいただいた中で、まあ、一つのキーワードかなというふうにも思うんですがいわゆる東郷の現地の人たちとこう交流をしていろんな触れ合っていく中で得た感覚であるとかそれこそ京都の職人さんとこう対話をしていく中で感じたことであるとか、まあ、ここで言う、えー、ローカルっていうのはあの、まあ、いわゆる地方と。 えー、都市っていう比較でもいいと思いますし、本当にコミュニティ地域のコミュニティっていうところでもいいかなと思うんですけど、まあ、このローカルっていうところにかんそれぞれ感じる、まあ、意義であるとか、なんか自分にとってどういう存在なのかみたいなところをなんか話ができるといいなというふうに思っていますが、いいですねでじゃあ中さんから、多分もしかしたらちょっと繰り返しになるかもしれない,しれないんですけど、さっきの話の。はいはいはい うん、なんか、この言葉について、なかなか、その、思うところ、ちょっと、お伺いしたいな、というふうに思います。が、あのー、まあ、僕の人生、一貫して、なんか、表現するキーワードとして、僕、ローカルっていうのは、ものすごく大事にしたいな、と思ってるんですけど。で、その、まあ、前職の金融機関も、ローカルな金融機関だったし。まあ、そして、顔が見える中での、関係性っていうのが、僕は結構好きなので。 なんかそういう単純な好き嫌いの話で、僕はそのグローバルよりローカルが好きだなっていうこともあるんですけれども、やっぱりなんかあのー、それこそ志島くんと一緒に過ごした大学時代ってものすごく大事な時間だったなと思ったんですよ。で、その時に出会った本とかも結構あのー、印象的で、でそこのなんかよくなんかまあ、かっこよく言うと。 まあなんかその本の一節になんか人生って動いてしまうことだってなんかあるような気もするしなんか写真一枚で人生が動いてしまうこともあると思うんですけどなんかまさに僕の大学時代はそういう文のワンセンテンスで信用金庫を選んだんですけどそれがどういうことが書かれてたかっていうとやっぱりそのローカルとかあるいはこう一部っていうものは確かに全体の中の一部なんだけれどもそれは確かに全体を映す一部だみたいな感じの言葉を。 であったんですよつまりその全体を語る上で一部っていうのは欠かせないというかそれこそがなんか全体に通じるなんか普遍性に通じるなんか切り口だみたいな感じのことを、まあ、ある本に書いてあった時に僕はものすごくなんかちょっとしっくりきたんですよねなんかどう動いても学生時代なんてなんかいろんな可能性があって満たされないような感覚ってあると思うんですよ僕の中ではあったんですけどなんかそこでもう なんか自分が動いて見てきたその一部の景色とか経験っていうのが全てにつながってるというかそういうふうに思えた一文だったのでなんかそういう意味でなんか、あのー、なんかいろんな挑戦するにしてもなんか諦めたくないなって思えたテーマでありキーワードなんですよね僕のローカルっていここは,はもうそれを仕事にしてるあの島田君とかにもちょっと話聞いてみたいなっていう感じやけどね。 難しいですよね、ローカルって。そう、なんか、そうやね難しいねんなでも。なんか、ちょっと今、ふと思ったんですけど、あのー、まあ、例えば、じゃあ、僕が京都の生まれやから、京都がローカルなんですって時に、じゃその京都のローカルってどこまでを僕のローカルなんかってむずいと思うんですよ。うん、京都府なんですかとか、京都市なんですかとか、まあ上京区ってところの生まれなんですけど、 で島田のローカルは上京区なんですかっていうのってなんか定義がないじゃないですか。で考えた時になんかこう自分はその,その土地にこう目指してるんだとかその土地を大事にしてるんだっていうこうじ自分にとってのなんかこうなんていうんですかねお,お守りというか,なか自分が頑張れる理由みたいなの場所版みたいなことなのかなみたいなことをちょっと かなり抽象的だから思ったんですけど、ちょっと僕の抽象的な話を受けて島さんちょっと。<laughs> ありがとうございます。まあそうですね。まあローカルの定義ってすごく難しいっていうところでありながら、まああのさっき中須君が言ってくれたところの一つとして、いわゆるあの全体を映す一部だよねっていうところがこう、えー、今私佐賀にいてで。 佐賀事務所で仕事をしてるんですけどその、じゃあ何をしてるかっていうと、本当にある意味地域密着で、この佐賀県民の人たちに対して国際協力の意識であるとか、自分にも何かできるよね、みたいな啓発活動を行っていくっていうのが佐賀事務所の使命だと思っているんですね。で、今こっちに来て2年半ぐらい経ってるんですけど、でその間で、この寺カフェっていうイベントもそうですし、学校で講演をしたり、いろんな 関係者ととががっってていいくくく中でで、まあ、本当にたくさんんの人すよ結構下がって街、まあ、としてはコンパクトシーって言われるぐらい人と人との距離がすごく近いので、うん、いろんな人とつながっていくとその人と人はそれぞれ点なんですけど、まあ、それが線になっていってでもその他の人も他の人とつながっていくるる感覚があってそれがつながっていくとその線がこう。 面になっていくんですねステラルネッサンスの活動だけを伝えていているんですけどでも他の人からもその違う刺激をもらったりいろんな考えをもらってるその,その面が出来上がっていくことでその面自体が持つ力みたいなのがあの決して佐賀だけに影響を及ぼすものではなくて。 多分それは県外ないしは海外にもどんどん影響を及ぼしているのかなと思うとで、まあ、例えばあのこう大学で講演をしたり、まあ、いろんな場所で講演をするとこう国際教育に関心あるんですとかっていう人たちも寄ってくる寄ってきてもらえるんですねでその人その人ってテラネッサが佐賀にいなかったら関係ができない私がいなかったら関係できなくて、うんで で、その人もじゃあこうテラルネッサンスをなんか直接知ったかっていうとこういろんな人伝いでそんなことやってるよみたいな人がいるよみたいなあのそ,それは情報ってすごく広まりやすい,いわゆるコミュニティなのでなるとそう,そういう面になったことによって知ってもらえたしでその人は知ったことによってこうアフリカにじゃあ行ってきますって言った子もいるしカンボジアに ちょっと話聞きにテラルネサンスの事務所行ってみたいですって言ってくれた子もいるしこう私がいなかったそしてそれが面じゃなかったらそこまで行動力って起きなかったのかもしれないなと思うとなんかこの佐賀県内だけでこの影響があるだけではなくて実はその本当に全体を映す一部だと思うんだけどそのコミュニティの中で生まれる力が実は日本全国そして世界につながってるんじゃないかな。 って思うと、やっぱり、あの、ローカルっていう言葉自体の持っているのは、なんかこう、グローバルと対比ではなくて。このまま繋がっていくもの、なのかなっていうのは、こう、佐賀で、こう、活動していると実感する、ところかなと思いますね。それらしいこと言えるようになってるやん、島くん。あ、せやろ。うん、成長したよ。成長してんな。すごいな、島くん。 <laughs> なんか <laughs> あの学生時代にこういう真面目な話をちょっとしたことがなかったんでちょっと新鮮ですねなんか<う>、ね <laughs> ま、くだらない話ばっかりだったと思うくだらない話がでも良かったですよね <laughs> 当時はまあまあ、はい、<laughs> あれもあれでね <laughs> いやでもなんか確かになと思ってなんかその点と点が線になるのって、うん、なんかそのまあ人と人とのこう関係性もそうやし なんか自分の経験も線になると思ったよな、なんか僕はなんかその、なんかいろんななんか自分の中にも線があって面があって多分、その人の経験とかの中で知識で終わってることが多いと思ったん、僕仕事してる中で例えば啓発活動をします、で、国際協力の現場ってこうですっていうことを説明するとなんかどうやらお腰とか,かも感じるかもわからんけどさなんか あのー、なんか、世界史の授業みたいな感覚にならへん、なんか、<ー>両方というか、知識としてお伝えしてしまってるっていうこと<ー>になりがちで、でも、なんか、その話したことが、例えば、島っていう人間がそのシャガに行ってで、そこで活動してると、まあ、そこにやっぱ体験が生まれて、でその聞いてたことが、島っていう人間だって、喋ってみると、多分そうやって体験になって、それがつながったりすると思うんやって。 なんかそういうのって大事なんちゃうかなって僕は最近思うんやけどつまりその人と人とこう関係つ,つなぐってもちろん大事ですよねっていうのは多分これまで言われてたことなんですよけどもそれ以上にやっぱその人自身の中でどうこう知識とその体験っていうのを紐付づけさせるかというかそういうなんか仕掛けというか取り組みというかなんかそういうのがこのローカルっていうテーマとか切り口の中になんかあるような気がしてて僕は。 いいですねいいこと言うようになりましたね。いいこと言うようになったやろ。学生時代の僕から考えられへん言葉が出てるやろ。<laughs> お互いの成長ということで。<laughs> ね、ありがとうございます。そうね、そのいわゆる体験っていうところ、まあ、人と出会って直接のコミュニケーションを取ることで、それが体験化するっていうのはすごくわかるし、単純に、まあ、このオンラインはもちろん体験なんですけど、やっぱりこのコミュニケーションオンラインもちろん体験なんですけど、やっぱりこのコミュ 直接のコミュニケーションの中でこう感じ合うっていうところはあのすごく理解ができますね。ちょっと佐賀事務所の話になるんですけどやテラネサンスを佐賀事務所として大事にしていることは、まあ、地域密着というか本当にその地域で目指した国際協力をするそれはあの海外でという意味ではなくて日本の国内で結果啓発活動ではあるんだけど そこから自分たちができることを探していくっていうところがすごく大事になってくるので今話してくれたことを体現してるつもりであるしなんかこれからもそこは意識をしてな活動していかなきゃいけないんだろうなっていうのはあの話を聞いて改めて思いましたちょっと仮説なんですけど<お>ああどうぞどうぞあの今ちょっとファンシーみたいな世界なんですけど <laughs> うん、うん、あの 英語のローカルってなんか、まあ、ロ,ロケーションとか似てるじゃないですか,、うん、か,か関係あるかしらないですけど、まあ、なんか関係ありそうですけど、うん、ロケーションとかってなんか結構広がってる景色みたいなイメージあるじゃないですかそれがなんかこうローカルにもなんか通じる部分があるんかなっていうのをなんとなく感じて、うん、さっき長瀬さんが言った知識と経験じゃないけど実際にこう、自分の前に広がってる景色っていうのを想像するみたいな,、うん、なんか そういうのがローカルなんかなっていうふうに。なるほど、ね、その、風景とか風情とか、風土とか、うん、それか風的なもんかなもそう、なんか実際にこう手に取れるものというか、なんかその視点の問題で、自分がこう、うん、あの例えばその、そう、うん、Google ストリートビューとかで、人を置いてパッとこう目の前に広がってな景色やけど、こう、うん 空撮の写真になると、それは景色じゃないといとうか, <laughs> かそのなんかこうダイナミック幅ミクロとマクロじゃないけど<笑><笑>なんかローカルなんかそうじゃないんかみたいな <laughs> ちょっと僕芸術派なんでちょっとそういうちょうどいいな柴田君写真とかも撮れるんですよ、あのー、<laughs> 編集の仕事とか執筆の仕事もそうなんですけど写真とか映像とかも撮れる結構テクニちゃんなんですけど <laughs> そういう意味でそのなんかローカルっていうのをなんかビジュアル化してくれてたよね今。 そういういことですね手に届く範囲というか自分の視点から届く範囲見える範囲というものがなんか,ローカルな,のかなとそれこそね中洲君のさっきのスライドのこう西田さんの時の西田さんのこう手作業をそばで見てるときはなんかそこにローカルな。うん 空気が漂ってたけど、うん、財務諸表の数字にはもうそこはロ,ローカル性はない気づいた。気づい,て気づいた、うん、気づいてくれたやっぱり、うん、そうやねんななんかやっぱりその置く目線っていうかスタンスというかそういうのはなんかちょっと自分はこういう目線に立ってるんだっていうことはなんか知っとた方がいいなと思ったあー、うん、で その仕事を見てるとか価値を見てるっていうこともそうだしなんかあのすごく空撮的ななんかそういう面で見たときに、うん、この時代の流れからしてこれって価値があるんだっていうふうに見てるのかっていう、うん、なんかそういうなんか目線の取り方っていうのはやっぱ意識した方がいいかなと思ったなな,んか、うん、なるほどね。 <laughs> <laughs> ありがいやいやあの非常に貴重な意見をお伺いできてよかったですでありながら、えーまあ、時間も時間がなので、えーとまあ、この長いから次のテーマにいきたいなと思うんですけど、えーまあ、次のテーマとして「自分にできることは?」っていうテーマをちょっと置いてみましたであの、まあ、中須君島田さんの話を聞きながらやっぱり こう、いろんなことに挑戦、課題を見つけ、挑戦をしてきたっていう話だと思うんですけど、まあそこを聞くと、なんかすごい人だよね。すごい人たちだねって思うところも、もちろんすごい人なんですけど、でも、まあ、普通のお兄ちゃんのところももちろんあるわけで。そ,のそんな中で、こう、まあこのコロナ禍っていうところもあると思うんですけど、こう、 いろんな挑戦をした中津さん、島田さんが、こう自分にできることで、自分だからできることみたいな言葉に対して、なんか思うこと、今の仕事を通してでもいいし、これまでの経験を通してもいいんですけど、なんかそういう視点でお話を聞いてみたいなと思います。中津さん、いかがでしょうかあ。僕ですか、なんかこれ、昨日やったかな昨日、島田君がなんか言ってたんやけど、なんかできるこ、なんか、 一人出版社ってすごいですよねみたいな話に対して、なんか島田くんがぽっと言ったのいや、自分にできることをなんか手繰り寄せたらこういうことになっちゃいましたみたいなことを言ってたような気がするから、ちょっとその島田くんにその辺のスタンスを聞いてもらいながら、ちょっと<ー>、頭整理するわ。了解です。了解です。<laughs> じゃ島田さん一旦お願いします。<laughs> すごいな、なんか。いや、でも、なんかさっきの話とこれも一緒かなと思うんですよ。うん なんかこう視点をパッとこう広げて空撮みたいにいろんな人のやってることとかなんか世界のことを見,見るから自分に何ができるんやろうと思っちゃうけどこう、そのね、空撮じゃなくてそのストリートビューをこうポンと場所に置いて自分のパッと目の前に広がってるものを見たときに目の前にこう見えるものなんて限られてるし、うん、えちょっっと言い方まずかったかたな,なでもなんかこうそううん。<laughs> ローカルに自分の目の前に広がってるものとか自分が持ってるものみたいなものを考えるときになんかできることってなんかある種限られてるというかだからあんまりこう自分にできひんことを考えてもしゃあないんかなっていう。うううううううんんんんんんん。って思いましたね。うん、はい。おろか質問いいですかはい。 自分こうさっき今話してた自分にできることって限られてるなって思いながらただやっぱりあの島田さん否定されるかもしれないですけど一人出版社ってなかなか誰しもがなんか挑戦をするところではないって思った時になんかこう限られていながらまあこう一般的にはすごいって言われるようなことにたどり着いたなんかそこのな経緯というか,なんか島田さんの中でプロセスみたいなのあると知りたいなと思いました。 そうですよね。僕ね、普通の人間なんですよね。あ,あ,あれじゃないのなんか、なんか出版社の作り方みたいな本読んだんじゃないの <laughs> あまあまあまあ、確かにその物理的な勉強はしたよ。うんうんうん。本読んだり。<laughs> 本は読みました。でもなで、なんでそうなったんか。で,でも、中須くんの方がさ、<laughs> やっぱり人生としてはちょっと意味わからん感じの動きになってるわけや。ちょっと意味わからんってやめてよ。中須くんか。<laughs> 競争天外なさ、ミラクルなわけやんいや、でもなんか僕この自分できることっていうのを見てなんか思ったことが何個かあるんですけどなんか結局、なんかできることとやりたいことが重なった時にものすごくパフォーマンス発揮できるんじゃないかなと思ったんですよそ,その、なんかできることとしては例えば募金もできるじゃないですか例えばね、でそれこそなんか寄付とかもできると思うんですけど でもなんかそれって結構正しいことではあるんででですよでも正しいことではあるんやけどもそれ以上になんかやりたいって思えることと重なった時の方がパフォーマンス高くなるなって僕は思ってて逆に言えばやりたいこととできることをかぶせれば結構、あのー、なんかいろんな可能性が開けてくるなと思ってて例えばなんかボランティアも正しい募金も正しい寄付も正しい。 けどもなんかそれでなかなかなんかもともとそういうとこに関心を持ってた人はそこで動いてくれるけども例えばもう僕らの共通の知り合いの大月洋介っていう <laughs> あのサークルの友達いるじゃないですか。で大月洋介は島田区の同級生高校の同級生であって洋ちゃんはその僕と島のサークルのメンバーの一人やったと思うんですけどなんかその。 人物が僕ら3人の共通の知り合いでで彼はそういう国際協力とか一つもなんか興味がない人物じゃないですか <laughs>、うん、でも本来なんかそういうなんかできることを重ねていってほしい人って多分そういう人だと思うんですよ。うんうん、ってなった時になんかその人がやりたいと思えることとかぶせないといけないなと思ったんですよ僕。うん うん、その陽ちゃんっていう人は僕の,僕の3人が全然知らないと思うんですけどその大月陽介がやりたいと思えることで僕らができることを重ねていってほしいと思うことをうまく文脈を合わせていかないといけないなって僕は思ったんですよ<ー>だからそれってその方法の一つは例えばそのまま直接言うのもそうなんだけれども例えばそれを、まあ、一種ブラックボックス化して見えないようにして。うん なんか楽しい例えば映画とかコマーシャルとかえっ、ー、となんかデートとか、えー、なんか遊園地とかそういうワクワクするようなコンテンツにかぶせちゃうとかやったらもしかしたらこれマッコとデートするときに使ってくれるんちゃうかなとか <laughs> 嫁の名前だ。嫁の名前な <laughs> 大月洋介の嫁の名前マッコやからな。<laughs> とかいうことをなんか考えた方がいいなってなんかプログラムする方は僕は思ったよな、最近。うんだからこのできることっていう,かう ことともう,すもう一つなんか、縁、あのー、が重なるところとか最大公約数的にこう重ねていくとすれば自分にできることとやりたいことをかぶしたここの交わりのところをなんか提案するとか,なんか手をつけてみるっていうのは多分大事かなと思った。確かにそう思うわ。ありがとうなんか頭の中でなんか思い浮かぶんなんかその。私、僕って全然何も。 例えば国際協力とかしたいけど、何もできてないんですよね、うん、っていう人がいたとき、寄付とかできるじゃないですか、うん、って寄付はしてるんですけどねって言ってる人がなんか頭に浮かんだ。や,やろう、なんか多分、そうやねん。でもなんか、そういうのの、なんかもう少しなんか楽しいものにしたいなっていうことやねんな、僕、ちょっとあの終始一貫したいなと思うのは。うん やっぱりなんか楽しくないと続かへんなと思うしなんか特に、あのー、ちょっと知ったような口を聞くと僕らってミレニアル世代って言うじゃないですかでその一個下の代、Z 世代とか言うけれどもなんかその人たちってもうなんか環境問題とか社会問題とかに結構もう関心がある人って僕多いような気がするねんな。だかそういうい時に なんか40代、50代とか,なんかこれまでそういうふうなプレイヤーとしてになってた人とかそれを啓発してきた人やり方とは違うやり方でなんか、あのー、やできることとかやりたいことっていうのを探るべきなんだろうなと思ってて、うん、あ,ありがとうございます。そうまあ、今また話を聞いててつの 話をしたいなと思って一つは、いわゆるやりたいこと、できることってそれを自分に当てはめてみたときになんか結果、そうだったのかなと思っていてでや,りやりたいことっていうのは自分の意味はやっぱり世界平和でいい、ね、世界から紛,紛争がなくなることっていうのが私の目標なわけですよ。でそれをずっと思っているときにじゃあどの手段で自分はできるんだろう。 いうことを考えてで、大学院も行って、えー、勉強もして、自分にできること何かなって考えたときに、でまあ、前職ずっとパソコンカタカタする、まあ、マーケティングの仕事をしてたんですよ。それをやってみて、嫌いじゃなかったですし、ていうかすごく面白い仕事だったんですね。で、こあこのこの、これで自分が国際協力であったり、世界平和のためになんかできるといいなっていうことは考えたときに、 今の仕事ってそれにすごく近いところがあってあの専門用語でファンドレイジングって言い方をしますけどいろんな方から寄付を募るっていう中でどういう人に何を訴えたらあの寄付がいただけるんだろうみたいなことを日々考えるそれであのある意味マーケティングなんですけどうん、うん、それをこう,うまくかみ合った時に今すなんか自分のこうで,きることできることというか自分が目指している関わり方 が、なんか一つこう腑に落ちているところがあって、うん、そういう意味でこう自分にできる自分にとってのできることってあこれなんだろうなっていうのをなんかすごく感じました今話を聞いててはいであのもう一つは今話しながらちょっと忘れたのでちょっとつないでもらっていいですか <laughs> 忘れっぽいからな島くはそうそうね <laughs> なんでやねん <laughs> うねうーん なんかそのまあ、できることとかやりたいこととかいう話もしたいけどさなんかその1歩目って結構大事やなと思ってお<ー>、うん、その1歩目が出たらさ2歩目出ると思うもんな確かに1、うん、一歩出るんやったらって思うねんけどその1歩目の出し方ってなんか例えばこういう質問ってテラルネッサンスの講演とかしてたら多いと思うんだけど。 例えばテラルネッサンスで提案しているその自分にできることの一歩目ってどういうのをお話しすることが多いかありがとうございます。もうまさしく今それをもう一つかそれだったと思います。あでしょう。僕もうありがとうございます。うん、さ,さすがです。うん、で、あの、まあ、自分にできることって何やっぱり講演をすると、まあそん、それだけこう、アフリカでこんなことがあって、すごく大変な状況なんでって話すんですけど、やっぱり遠い距離で、いや、だってでも。 あんまり何しても意味ないよね意味ないよねというか何かできることないよねっていうなんかことは感じられることは多くてただ、まあ、テラルネッサンスとしてそして私自身もなんですけどこうできることってありますよもちろん言って、うん、で、まあ、組織上、まあ、もちろん一つはぜひ皆さん寄付をしてくださいっていうことはあるんですよねはい、はい、で,で、まあ、それはあの大人の方であればできることかもしれないですし逆に子供でいけばできない 子どもも供大人もできることって何だろうって考えたときにうん、うん、あの一番言うのは今日聞いた話をかえってご家族にしてくださいって言うんですそれを言うだけで例えば子どもがお父さんお母さんに話をするだけであ子どもがこういうふうに関心をっていうんだ私も知ってみようと思うかもしれないそうしたらお父さんお母さんが何かしらもっともっと もう少し力のある大きなことをするかもしれないってなったらきっかけ作りにもなるしそれが小さな小さな一歩かもしれないけど決して無駄ではなく無力ではなくて、うん、そういう意味でそれも国際協力だし社会貢献の一つだから伝えるっていうことがなんか誰にでもできるし、うん、なんか一番ハードルの低い一歩なのかなと思いますねでその一歩踏んだ時に まあ、話しただけだって思わないで、あ、伝えた、私の行動で、もしかしたら、世界動くかもしれないな。って思ってもらったら、二歩目、三歩目、なんか、他にできることないかなって、探すこともあるのかな。って思います。なるほどね。いいこと言ってんねんな、さがで。さが。うん。<laughs> 確かに。話すぐらいでできるもんな。<laughs> でもさ、ちょっと、島君に、ちょっと、僕、聞きたいねんだけどさ。なんか。今の話はわかると、が、話すの大事やと。けど、なんかさ。 この、あのー、僕たちが生きているこの社会のちょっとなんかもやもやしたところというか結構そういうテーマのことを話すっていうのがちょっと話しにくいようななんかそういう空気感であると思う,う例えばさつい最近なんかもツイッターで僕の妻はキャリーパミパミちゃんが好きなんけどさキャリーパミパミちゃんがツイートしただけでものすごく大バッシング受けたりとか。 なんか、いろんなことを知るきっかけになったりとか、問題意識をこう、啓発するようなきっかけに十分なり得たはずやのに、まあ、それをすしたら、もうめっちゃ叩かれるんやったらもうやめとこうみたいなのを持ってる僕ら世代って結構多いと思うんだけど、うん、そのあたりに関しては島君からこう、なんか言えることってなんかあるそれこそムッつやわ。これムつツやわ。<laughs> ありがとうございますうーんそうですねなんかいやもうこうしたらいいですよっていう答えは正直ないんだけどうん,、うん、うーんまあ視点は2つで個人でどうするかっていうことと社会がどう変わらなきゃいけないのかっていう話だと思うんですよねやっぱそういう難しい話を友達の間で話すのってタブーだよねうん、うん、めんどくさいよねっていうことはあるん だけどそれってなかなか個人だけでは変えれないところがあるんとは思うんです。で,で個人でじゃあ何ができるのかって時にじゃ話すこと自体をやめるっていうのはダメというかやめた方がいいそれをやめた方がいい。やっぱり伝えないと相手は変わらないし社会は変わっていかないのでなるほどだからその伝える伝え方なのかなと思っていて。 例えばでもこの前のキャリー,キャリーパミパミのさんのツ、うん、イート自体も話題提供にもなっていてうん、うん、だからこうそういうのに対してこう難色を示す友人に話してみたいなって思った時にこうキャリーパミパミが話したけどあの課題について私はこうでこう思うんだよねみたいなこうぶつけ方はよくないんだけどキャリーパミパミがなんかああいうことやってたよね。うん 私かっこいいと思うんだぐらいのニュアンスで伝えるっていうことが大事なのが、うん、のいいのかなと思っていて要は、まあ、そういう伝えていくことで要はコミュニケーションなので,な、ね、でコミュニケーションの取り方一ついわゆる相手に対して身構えてこう武器を持ってさ ではなくて、な,なんかこう、うん、対話できるようなコミュニケーションをとる。まあ、それをじゃあ中高生が簡単にできるかって難しいところではあると思うんですけど、一つ、うん、言えるのはやっぱり伝えたいと思ったんなら、うん、伝えることっていうのはまず大事で、あとは伝え方をどうするかかなと思いました。うん、それを言えるか試して、て、僕は。あり<も>が出てよかったです。すそれを受けてちょっと思ったのは、なんかその、うん 伝えたいことを伝えることも大事やけど、そのキャリー・パミン・パングが、うんあのー、例えばその国際ままあまあなんか例えば A っていうこと言ったとして、うんうん、逆に NotA ていうこと言ったとして、うん、どっちもあり得るわけで、うううん、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 って考えたときに、やっぱりなんか大事なんて受け取りていかなと思って、うーんどう受け取って、その受け取った情報をどう正しく自分で調,調べるかみたいな。うん こととが結構、実は大事なななな、んじゃないかかかか思ったからかるわわわるるそれ、うん、自分にできることの一つとしてやっぱり正しく理解しようとすることっていうのはできることの一つなのねおうさすがやね島田君は <laughs> それを言えるか試してたからな<あ>僕はすごいな全部試してる<ー> <laughs> 全部試してる僕は <laughs> ど、ね、確かになんか今んあのテラルネッサンスの京都の本部と佐賀支部の仕事はどう分担されてるのですかっていう質問 くださってる方いるけど。あ、ありがとうございます。そう、あの答えようかなと思ってたんですけど、<laughs> 今い、しますか。あ、あ、あの、ご質問いただいた野田さん、ありがとうございます。ちょっとここ答える前、ちょっと私のさっきのところで、まあ、ちょっと言いたいことがあるんですけど、いいですか。島田君が言ってくれたことに対して。<laughs> 言いたがるもんな、島田君、<ー>基本的には。<laughs> あ、そこで、それで一旦、あの締めたいと思うんですけど。<laughs> あの、島田君が言ってくれた通り、やっぱり知るってとても大事。で。 でさっき伝えるって大事ですよねって話をした中で、まあ、その手前が知るだとも思っていてまず知るそしてそれに対して考えるでそれは調べることも含むと思うんですけど知って考えてじゃあ何をするかっていうことでなんかそれが一歩目につながるのかなと思うんですけど本当の本当の一歩目ってやっぱり知るだなと思っててなんかそこは今話を聞いてて。 あ,あのー、素晴らしい答えを言ってくださったなと思いましたちょっとこれを伝えたくて確かにそれを伝えとかなかっ、はい、ありがとうございます、うん、いやこちらこそありがとうございます <laughs> ではあの,のこれの一旦じゃこれにて、えー、時間も近づいてまいりましたので3人のトークセッションを終了とさせていただきたいと思いますであの今質問もいただいているところであるんですけど、えー、今この時間に、えー、前半の中尾さん島田さんの あの話について、例えば書籍についてだとか、あの3人のトークについて、あの質問等であったり、感想があれば、ぜひご共有いただければなというふうに思います。えー、では、えー、チャットにいただいているところを振り返りながら、えー、質問にも答えていきたいなと思っているんですが、前半の方、簡単に振り返りますと、小、えー、野田さん、コメントをくださってますね。えー もう中さん答えてますが、本の見開きの写真のこと鮮やかな色が写っている,いると思います。写真が絵でしょうか。うん、単純に興味なのですか。どんなものが載っているのか聞きたいです。中さん、なんかこうもう一回まあ、再読する形かもしれないですけど、あそうですね。あのー、この基本的には写真僕が撮ってきた。 iPhone とかで撮ってきた写真をそのまんま僕の目線で撮ってきたやつを載せたんですよ。でこれがもしかしたらこう写真家さんとかから見るとものすごく雑でこう撮るに足らないような写真かもわかんないんですけど、まあ、僕がお世話になった支店長がいてあの前職時代の支店長から電話かかっていた時に褒められたのがこの写真だったんですよ。な <laughs> ななんかか嘘いいみたいなことを言っててくれ他の なんか島田君と喋ってる中で結構現地の写真をきれいに撮ってくれてる僕の後輩がいたんですよ。でその後輩から写真をちょっと拝借させてもらうっていう案も考えたんですけどなんかそれをちょっとせずにあの僕のちょっと拙いあい撮影技術を取ってきたやつを入れたんですけど、まあ、そこにはここにも書いてあるように全然インスタ映えしないようなご飯の <laughs> あの様子とか <laughs> あとは。 道の風景とか、まあ、僕が普段歩いている道がどんな道だったかっていうこととか、あとは、まあ、今、僕が提携している、あのー、向こうの職人さんがどういう表情でどういう仕事をされているかっていうことをなんか僕なりの切り口で取ってきたやつがあるので、まあ、それを中心に挿入させてもらっているっていうのが、まあ、先ほどの答えだったんですけど。うんありがとううございます あのあのその写真も私も拝見をしてすごくいい写真だなと思うところがあってこれは特に人に言えることかもしれないんですけどで自分も広報の仕事をしているところがあるので思うんですけど<お>やっぱり撮られる側と撮る側のコミュニケーションがこう撮れている写真場合ってあのすごくいい写真になるんだろうなうどうしたのどうしためっっちゃいいいことと言ってるな、まあ、ありがとうございます<お> <laughs> っていうのすごく思って、まあ、その中須が撮った写真もあのそういう一面があるんだろうなというふうに感じました。ありがとうございます。で、えー、っと、前吉田さんからですね、えー、中須さんも奇想天外かもしれませんが、一人出版社も相当奇想天外だと思いますということでいや、僕もそう思いますもんね、うん。あんまり聞いたことなくて、一人出版社って。だって全部やるんやで。 僕、今回出した本全部やってくれたもんだって。目次構成から、で、そのお尻叩いてくれるようなそのまあそのスケジュール管理からで、デザイナー見つけてきてくれて、さっきの表紙の一筆楽器の作家さんにお願いするとか、そのあたにディレクション全部やってくれてるから、なんかそういう意味でと結構基礎点外やなと思うけどな、僕の。うん、ちょっとこれからも基礎点外に頑張りたいと思います。うん、おいいよ。はい、<laughs> ありがとうございます。 はい、ですみません、野田さん、お待たせしました。えっと、先ほど少しで話されていたかもしれないですが、テラルネサンスの京都とえ佐賀、どういう仕事の分担をされていますかということで、まあ、簡単にお答えをさせていただきます。えーまあ、日本国内の事務所は、えー、京都と佐賀とも、もう一つ、あの岩手県の大槌に事務所を持っています。で大槌に関しては、2011年の震災の被害者の方々に対する復興支援。 を継続してて行っいいるというのが今ありますで,でなった時のあと京都と佐賀で何してますかっていうところでいわゆる京都あの本部で広報の仕事であったりファンドレイジ軍の仕事であったり管理の仕事であったりっていうのを行っていてで佐賀もそこはあの似てるところはあるんですけどよりその国内の中の啓発活動っていうものを えー、佐賀県で注力をしてで佐賀県だけではなくて特に北部九州長崎や福岡を合わせてこうそこに注力をしていくということが一つの仕事です。でもう一つこれはちょっとあのファンドレイジング的な資金調達的な話になるんですけどふるさと納税っていう仕組みがあの世間にいっぱいにあると思うんですが佐賀県は、えー、NPO に対して、えー、ふるさと納税を佐賀県を通して集める。 で集まったお金を活動資金として使ってもいいですよっていうあのすごくありがたい仕組みを持っていますでそのまあ、詳しくはテラネッサスのホームページでぜひご覧いただければと思うんですけどそのふるさと納税関連の業務を佐賀県ではになっていますはいありがとうございますのところまあもしあの今お答えしたところで不明なところとありましたらまたチャットにも記載をいただければなと思います。 はいでえー、続きまして、さだまつさんから中洲さん宛てメッセージですね。うん、見えてますか先日のタイガーモグのイベントご一緒させていただきましたが、今日もお話聞けて、GoTo、え、トークを片手にわくわくさせていただきました。いやありがたいですね。書店さん、うん、今後も楽しい本待っていますと楽しいで。私は南アフリカに行ってましたが、絶賛就活中で。 かつもやもやしまくっていて成長してまたアフリカに戻りたいと思っています。いつかお会いできることを願っています。お寺のネスさんいつも応援しています。ありがとうございます。今コロナの影響でオンラインになりましたが私は福岡からなのでオンラインからこのイベントに参加できて本当に良かったなと思っています。本当にありがとうございます。ご参加いただいてありがとうございました。えー、はい、えーまあ吉田さん、えー、野田さん、えー、ありがとうございました。とい,というところで えー、ではここで質問がもしなければ一旦クロージングというところに進みたいと思いますがよきでしょうか。はいありがとうございました。えー、で,ではちょっと最後にあの、えー、テラルネッサンスからそして中田さん、島田さんが最後のお知らせをさせていただきたいです。えー、少々お待ちください <laughs> はい、いありがとうございます、えー、すみません、えー、一応私がファンドレイジングの担当をさせていただいておりますので、えー、少し皆さんにお願いをさせていただきます。えー、先ほど、あの中須さん、島田さんと話の中で、えー、自分にできることなんだっていう話があって、でまあ、寄付の話も出ていて、<laughs> で寄付って。えー えーまあ、今先の話の中でさーっと流しましたけど、やっぱりとても大事なことだと思っています、えー。なかなか自分でできないところを託す、社会活動を託すという意味合いも持っているかなと思っていて、でテラルネサンスの活動としては、えー、元子ども編の自立復帰支援であったり、えー、今後の性暴力を受けた女性たちの社会への復帰の支援であったりということを活動しています。で今、コロナ禍 によって、えー、なかなかその活動がうまくできないところはあるもののやはりコロナの影響はアフリカにも及んでいて、えー、本当に病院の体制が病あの脆弱であったり衛生状況が良くなくて、えー、感染のリスクというのが日本よりもはるかに高い状況になっています、えー、私たちはまあできる限りアフリカそしてアジアで 今コロナの影響が出ないような活動であったり引き続き支援を行っているところでありますもし皆さんがあ、えー、ご関心、えー、そして応援したいなという気持ちを持っていただけましたらテラルネッサンスのホームページからあとチャットの方にもあの展望させていただきますがご支援ご協力いただけますと幸いです、はいえー、テラルネッサンスからのお願いは以上になりますでは最後中島田さんからどうぞ じゃあ画画面共有を僕も済まします。はいはい、えー、あまあえと、ー、じゃあ、まあ、まずあの僕から書籍のあのについてのあの願いというかあの知らせなんですけどもまあ今お話しさせていただいた、えー、中須くんの奮闘記がですねまあ右上にもありますように就活をやめて銀行を辞て単身東合へと。 いうことで、太ったアフリカ東郷ついで福作りに挑する青年のひっくり返しも奮闘機が現在の発売中です。GoTo 東郷一着の服を対応して作るが、えーまあ、大絶賛発売中で、えーっとまあ、あのちょっと置いて置かれている本屋さんは、まあ、正直今のところ限りがあるんですけれども、 なので、サガで、えー、すぐにパッと買うっていうのは、なかなかリアルタイムでは難しいんですが、アマゾン等でもあの販売しておりますので、ごと調べていただいてあの、ご興味持ってくださった方は、あのぜひご購入いただければとあの幸いです。あの僕があの一冊一冊丁寧に梱包して配送いたしますので、以上,あの以上です。長須君、もし、事業とか。えっと、そうですね。そしたら、あのもうすぐ。 国から1人10万円お金が入ると思うので、それを一部テラルネッサンスに横流ししてもらいつつ、でその一部をまたあのこの本も買ってもらいつつ、まあ、せっかくなんであの、ちょっと使っていただきたらなと思いい、ます。はい、ありがとうございます。 <laughs> そうですね、ちょっとそんなに触れないでいくんですけど <laughs> えっとあの、まあ、最後書籍のお話をしていただいてちょっとあの私からもこの書籍について、まあ、せっかく中笹島田さんが寺川佐賀にお越しいただいたので私からもぜひ宣伝をさせていただきたいんですが、えー、あの送るあの購入させていただいてから、えー、すぐ読んで、えー、本当に。 面白いんですねでさっき言ってたように縦書き横書きが並行して続いていくんですけど読みにくいのは読みにくいんですけどそれをあの乗り越えるというかそれがあるからこそこの本の意味ってすごく大きなものになっていてあの本にとらわれない新しいエンタメだと思いますしこの書籍を通してこう中洲さんの活動であったりどんなことを歩んできたのかを知るだけで。 あの自分のこうやる気であるとかあ何かしなきゃいけない何かしたいと思わせてくれるそういうのを心を震わせてくれる本なのであのぜひあの読んでいただけると私嬉しく思いますはいではそんなところで、えー、ちょっとだけすみません10分ほどオーバーしてしまい大変申し訳ないんですけれども、えー、じゃこれにて、えー、第17回テラカフェインサガ を終了させていいいたただきたいと思います。えー、またあのコロナ禍、だいぶ差が収まってきましたので、まあ、来月以降はあぜひあのオフラインで、えー、佐賀でイベントを開催をさせていただきたいと思っていますしテラーネッサンス自体もあのもちろんオンラインイベントであったり各,自各地,方で地域での、えー、講演活動を行っていますので、えー、もしよろしければぜひお越しいただいて直接私やあの他のスタッフの話をぜひ聞いていただければなと思います。はい では、あのー、1時間半以上とその長い時間になりましたが、お付き合いいただきありがとうございました。長澤さん、志麻さんありがとうございました。ありがとうございました。したでは、これにて終了させていただきます。あの数分待ち繋いでますので、もしあの個別で質問等ございましたらご連絡いただければなと思います。